あ、近くで、あ。はい、失礼しました。始まりました。ドリーム絆カフェ、パーソナリティは、今日が、音響とおしゃべりダブルで挑戦、初挑戦のマルコと、あと今日のゲストの、はい、私はじめましてです。ちょっと緊張しています。椿です。はい、ありがとうございます。あの2人でお送りします。お送りしますすいません、ちょっと 音響の方が失敗 してしまいました。失礼いたしました。はい、今日はですね、あの2人でお送りしたいと思います。あれ、 BGM が入っていますでしょうか。 BGM を入りましたこんな感じでやっていきます失礼しました。はい、そうなんですね、今日は2人でお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、椿さん の詳しい紹介は、また後ほど、はい、ね、いっぱいおしゃべりしたいと思います。はい、お願いします。はい、まず最初にドリームハウスの紹介。ハルピョンのドリームハウスとは沖縄市で活動している団体です。2011年に代表のえっちゃんさんこと久保悦子さんの自宅からスタートしました。子育て世代の主婦を中心に講座、サークル活動、イベント、ラジオ出演などの活動をしてまいりました。現在は主婦だけでなく男性、女性、年代も幅広く、たくさんの仲間がつながってくれて、活動場所もミュージックタウン、沖縄市、社協などどんどん広がってきていますよ。はい、この番組の紹介。この番組ではカフェでユンタクをしている感じでおしゃべりをしながら、毎週火曜日のミュージックタウンでのイベントの情報、その他のイベントへの出展情報、子育て中のお母さんの居場所づくり、赤ちゃんカフェの情報をお伝えしたり、今日のようにゲストを迎えてお話を伺ったりするという内容でお送りします。はい、じゃあ、はい、椿さんお願いします。はい、ドリーム絆カフェではメッセージ、リクエストをお待ちしております。ファックスナンバーは 098-934-8653、 メールアドレスは761@fmkoza.jp です。ツイキャス、ユーストリームでも配信をしています。はい、ありがとうございます。椿さん、緊張してます？緊張してます私もですよ。ドキドキでも楽しいですね。あ、本当よかったです。楽しい、ね、なんか非日常って感じが、非日常って感じするす、ね、なんかいい、はい、天気もいいしね、はい、これ車運転しながら聞いてる人とかもいると思います。そうですね、いい気持ちです ね、 ね、はい、ね、今日いい天気ですよね本当にね。はい、で、椿さんといえば、はい、はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、私はですね、はい、今実は育休中なんですけど、はい、沖縄市の、社会福祉協議会、社協というところで、はい、ボランティアの担当をしています、うん、はい、はい、そういう椿さんなんですけれども、はい、なぜこの番組でゲストとして呼ばれたかというと、はい、赤ちゃんカフェに一度来ていただいたことがあるんですよね。はい、はい、うん、先月でしたかね。でしたかね、6月かな、うんうん、ね、赤ちゃんカフェに初めての参加させてもらいました。はい、この赤ちゃんカフェっていうのが、ちょっと紹介しますと、はい、先ほど言ったように子育て中のお母さんの居場所づくりとして活動し、ドリームハウスで活動している
ものの一つなんですけれども、場所が社協なんですよね、うん、はい、沖縄市社会福祉協議会、社会福祉センターっていう建物の中 で、うん、でそこがなんと椿さんの、はい、元職場、職場もう辞めてないです、ね、そうですね、元じゃないですね今お休み中である、お休みです、はい、職場なんですよね、はい、そうそう、ちょっと待ってくださいね、はい、接触が悪いですかね、大丈夫かな、はい、それでですね、はい、うん、で赤ちゃんカフェに来ていただいた時もちょっとお話ししたんですけど、はい、もう椿さんがドリームハウスと出会ったのは、うん、はい、もうどれくらい前だし、そうですね、私が今のこの仕事をボランティアの担当になって、うん、で3年目なんですけど、うんうん、はい、ちょうどその移動でボランティアの担当になった時なので、うん、はい、その時にこのドリーム、うんうん、ハルピョンドリームハウスさん、ハルピョンのドリームハウスっていうね、はいはい、の主婦中心の団体でね、そうそうそう、活動されてるっていうのを新聞だったかな、新聞とかで見て、はい、でそれでネットで、ね、ちょうど2年ぐらい前にこのすぐ近くにあるミュージックタウンで、うんうん、毎月イベントをやったりとかしていた時ぐらいですかね、はいはいはい、あ、そうですね、そうイベントにも行きました、あ、でしたか、はいはい、あ、そうそう、で、そうそう、ね、えっちゃんさん、ハルピョンさん の、うん、あ、お家とかで行ったりとか、ね、今えっちゃんさん、えっちゃんさん、あとハルピョンさん、そうなんですね、なんか皆さん頑張ってるっていうのを聞いてたんで、うん、お家に行って勉強させてもらったりとか、ね、イベントにも、うん、行ってもすごかった、すごく楽しくて、あ、お仕事中に行ったんですけど、はい、楽しんでた面白かった、ね、もうあっちもう2年前からやってるんだ、うん、そのですね、もう考えたら2年前の今頃もミーティングして、うん、こうイベントの準備したりとかやってました、うん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 、じゃあその少女その頃にね、はい、で今はもうねお子さんができて、そうなんです、もうそうですね、何かな、みなとです、はい、みなとくんです、6ヶ月になりましたね、そうですよね、ですね、じゃあちょっと椿さんにいろいろ質問していきます、はい、はい、赤ちゃんカフェに参加してどんな感じでしたか、はい、あ、もう最初ちょっと、うん、ハルピョンのドリームハウスさんは知ってたんですけど、うんうん、なんだメンバーさんとか、うんうん、知ってる方ちょっといなかったので緊張して行ったんですけど、はい、もう入ってみると皆さん優しくてですね、すごくフレンドリーで楽しかったです、あ、よかったです、あの時ちょうどスタッフがすごくたくさんいてですね、あ、そうなんですね、うん、でお客さんもいっぱいいっぱいいましたね、うん、はい、すごく気にかけてくれて、うん、楽しかったです、あ、よかったです、はい、はい、うんうん、ね、いろいろ子育て中にね、いろいろ支援センターに行ったりね、うんうん、児童館に行ったり、いろんな行き場所があると思うんですけど、うんうん、はいはい、ね、初めて行く時ってみんな、そうです ね、 ね、私も経験しているから分かるけど、こう初めての場所で、ね、そうそうそう、緊張するっていうのがね、みんな分かるので、うんうんうん、どんな人にでもね、もうウェルカムって感じで迎えたいなってみんなでやってます、そうそうそう、もう伝わりました、それが、よかったです、うん、はい、はい、そっか、で、子育て中ということなんですけど、はい、ね、子育てすることによって何か視点が変わったり何か変化とかありましたか？そうですね、子供が生まれるまでは、はい、もう本当に、毎日自分がどう、うん、楽しもうとか、うんうん、どう行動しようとか、自分のやりたいようにというか自分の視点だけで、うんうん、すごく行動してたんですけど、はい、生活したりとか、はい、やっぱり子供が生まれて、やっぱり皆さんそうだと思うんですけど、うん、本当に子供を中心で、うん、まあ、生活当たり前なんですけど、うん、私にとってもそれがなんていうかな、すごい勉強になるっていうか、そうですね、子供の視点でいろんなものを見聞きしたりっていうのがあって、うん、なんか自分にとってもなんか当たり前のものが視点を変えてみるっていうのがすごくいい、うん、刺激になってるっていうか、うんうん、はい、毎日楽しいです、なんかこう晴れてる今、うん、晴れてるのもなんか子供と一緒に散歩したいなとか、はい、そういうのが出てきて、うんうん、なんか、うん、すごく変わりました、
ねえ、うん、素敵な変化ですね。ね、この当たり前のものがね、うんうん、こう当たり前じゃなくなるっていうのは、はい、ね、素敵だと思いました、はい、聞いてて、ね、私も確かに似たような感じはありました。なんかまたちょっと違うかもしれないけど、うん、子供が生まれたら、うん、やっぱり食べるものとか、うんうん、ね、普通、うん、私たちあんまり結構何も考えずに、うんうん、まあ、お腹いっぱいになればいいやみたいな感じで食べてたものがこれでいいのかなと か、うんうんうん、ね、私たちにはいいけど子供たちにはいいのかなと思って考えたりとかね、うん、使ってる洗剤とかもこんな、うんうん、もっといいものあるんじゃないかなみたいな、ね、分かります、いろいろ生活を見直すっていうことで、うんうん、私もすごい子育て中に勉強になったなっていうのを今思い出しました聞いていて、はいですね。あとはあと椿さん、あの、はい、福祉のことを、あ、はい、社協の、ね、社協のことですね、はい、皆さん知らないと、はい、知らない方も多いと思うので、ね、はい、どんなところなんでしょうね、社協っていうのは、はい、社協っていうのはあの、うん、さっきもちょっと自己紹介のところで話したんですけど、はい、社会福祉協議会の、うん、略で社協っていうことになってるんですけど、呼ばれてるんですけど、はい、あの全国都道府県とか各市町村にあの必ず社協があって、うん、はい、そうですよね、あの、うん、あの間違われやすいですけど公務員ではないんですけど、うん、社会福祉法人って言って、まあ皆さん会社のようなもの、うん、同じですね、法人の団体の、うん、になります。で、まあ、皆さんお聞きしてる方よく知ってるのが沖縄市の福祉祭りとかですね、あの三郷公園であの毎年開催してるんですけど、はい、わかります、ね、福祉団体 の、 あの方がいろいろ出展されたりとか、保育園の先生が、うん、ダンスしたりとか、はいはい、そういったものはやってるんですけど、そういったもの企画とか運営したりとかですね、うんうん、はい、いろんなことやってます。はい、はい、そうですね、私も今まで知らなかったんですけれども、はい、椿さんとさっきお話ししながら、はい、ね、社協ってこういう仕事のところなんだなとか、はい、ね、とっても勉強になりました、はい、ね、福祉祭りっていつありましたっけ？毎年10月の最初の土曜日、うんうん、日曜日にやってるんですけど、なんか秋っていうイメージですね、うん、暑い、参加される方がやっぱりちょっと暑いと熱中症とか、うんうん、注意したいということで、ね、涼しくなって秋ごろにいつも予定してます、うんうん、ね、はい、子供と一緒に何回か行ったことあります、うん、はい、子供も楽しめますよね、うんうん、そうですね、うん、もうあの子供から、お年寄りの方とかまで、うんうん、はい、皆さん一緒になって楽しんでます。職員も楽しんでます祭り、うんうん、あ、それはすごくいいことですよね、はいはい、椿さんちょっと、はい、あの話は変わるんですけど、はい、リクエスト曲の、はい、ね、後からかける CD を今、はい、ここで手渡してもらってます。聞けるか大丈夫かな、はい、じゃあちょっと、CD の準備もしながら、はい、赤ちゃんカフェの告知をしたいと思います、はい、あ、そうですね、赤ちゃんカフェは、毎月第1、第3火曜日沖縄市の社会福祉センターというところでやっています。時間は10時から12時で、2階の畳間など、会議室などでやっています。次回はですね、来週の火曜日ですね、7月21日火曜日10時から12時社協社会福祉センターでやっております。はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。椿さん何曲目ですかね、これは。最後ということで、今本気を助っ人のゆきりんが来てくれました。この今の CD の最後の曲をあの今からかけたいと思います。あ、じゃあ曲紹介をします。曲はミンミで、はい、ひまわりです、はい、
はい、CM が明けました。失礼いたしました。はい、ドリーム絆カフェお送りしております。はい、大慌てです大丈夫でしょうか。はい、引き続きマルコと椿さんの2人でお送りしております、はい、ドリーム絆カフェ。はい、後半は、イベント情報告知などをしていきたいと思っています。はい、7月21日は先ほど言ったように、火曜日10時から12時、社協の方で赤ちゃんカフェっていうのをやってますので遊びに来てください。お子さん連れでなくても、お子さん連れでもお子さん連れでなくても、歓迎です。ブログがありまして、ママカフェっていう名前に変わったんですよね。赤ちゃんカフェっていう名前だったのがブログのタイトルママカフェに変わってますので、はい、よろしくお願いします。検索してみてください。はい、それからですね、毎週火曜日にミュージックタウンでイベントやってるんですけど、ご存知です？あ、なんか、Facebook かなんかで見たことあります。あ、本当に、はい、うん、毎週火曜日にミュージックタウンで、はい、11時から15時に、絆カフェっていう、この番組と同じタイトルなんですけど、絆カフェっていうイベント、ミニイベントやってて、はい、毎回ステージありで、出店も、ドリームのメンバーで何名か出しています、はい、うんうん、マッサージもあったりとか、はいはい、ワークショップがあったりとか、うんうん、あとクッキーを売っているお店があったりとかするんですけれども、はいはい、うん、でこちらの方でですね、この前ミーティングをしまして、うん、この絆カフェ毎週やってるイベントの趣旨っていうか、ね、もっとなんかどんな風にしたいかちょっと考えてみようということで、はい、ですね、まずはどんな人が来てほしいか、うん、出店をしてみたい、何か自分の得意なことがあるけど、はいはい、何か活かせないかなということで、うんうん、出店してみようっていうちょっと生きがいを探しているような感じ、はいはい、自分の力を発揮してみたいっていう人をぜひね、こっちに引き寄せたいなっていうのが出てきました、はいはい、あとはステージ出演者ですね。こちらもステージって言っても私も出てるんですよ。そうなんですか。はい、ギターをちょっと練習していて、すごい、うんうん、でギター弾いて一緒に歌ってくれる人が一緒に歌ったりとかして、自分の好きな曲とかやりたい曲とかをもう下手くそながら挑戦してやってるんですけど、いやいや、はい、すごい、こんな風にアマチュアでも自分の発表の場を探しているとか、なるほど、うんうん、こんな人も来てほしいなって、はい、自分がちょっと輝きたいみたいな、ね、こう第一歩を踏み出したい、輝きたい、そしてこの私たちの仲間に入って絆を、ね、うんうん、つなげてほしいなっていう、この3つの言葉が出てきたんですね、はいはい、ミーティングで、はいはい、でこれを通して自信が生まれて、うん、みんなに自信が生まれてほしいなっていうことがありました、うんうん、はい、はい、こんな感じの趣旨で、はい、毎週火曜日、毎週火曜日、うん、ミュージックタウンで11時から15時にやっています。絆カフェ、はい、よろしくお願いします、はいはい、ただ来週に関しては、うん、別のところで出店が決まりましたので、はい、来週だけは絆カフェミュージックタウンお休みしまして、どこでやります、あ、やるかと言いますと、はい、ですね、ネーブルカデナで行われます。マミーズマーケットっていうイベントに、ネーブルカデナでもやってるんですね。そう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 、ネーブルカデナの、うん、マミーズマーケットっていろんなところでやあ毎月やってるイベント、聞いたことあります？あ、聞いたことないですね、うん、ネーブルカデナは、うんうん、そうそう、ネーブルカデナじゃないところでもやったりしてるみたいなんですけど、うんうんうん、ネーブル カデナでやってます。マミーズマーケットにこのドリームの、出店グループが参加するということで、はいはいはい、こちらも内容を、お知らせしましょうね、はい、パステル習字のワークショップとファンルームブレスレットの販売とワークショップ、ロックさんがやっている、チャンプルーお花って言って、うん、プリザーブドフラワーと造花とこう混ぜてこう自分でワークショップをしたり、とても、うん、お花、そうそう、インテリアになるものをやったりしています、
はい、それからですね、フリーマーケット、子ども服中心のフリーマーケットもやります、うんうん、でちりんちゃんが出すターシャクッキーというクッキーの販売と、うん、あとメイナさんのヘア小物、こうパッチン止めとか手作りのものがありますね、はいはい、こういうのもドリームチームで出展します。あと笑顔やカウンセリングっていう、15分のミニカウンセリングも各ブースで行っています、はい、うん、こんな感じで、ドリームチームとして、出展して、でこのドリームチームの出展の名前が最近決まったそうです。あ、はい、ですね、チャンプルーママヤドリームらしいですよね。チャンプルーママヤ、そうそう、ママヤ、ママヤ、ママヤ私も今日聞いたんですけど、はいはいはい、発表してみました。はい、これを見つけて、あのドリームハウスっていう、あの旗が立っていると思いますので、はい、ぜひ見つけてください。でイベント自体とっても賑やかで、うんうん、あのいろんなところで、フリーマーケットとか、はい、いろんなのが、うん、とマッサージもあるし、占い系とか、うん、いろんな方がいろんな種類のを出展してますので、はいはい、行ったら絶対楽しいと思うので、じゃあ次、うん、ネブルカデナとか、そうそう、行ってみてください。はい、うん、毎月やっていますので、そちらもよろしくお願いします。はい、ではですね、告知することは大体言えたかな。はい、実はですね、次回が、ドリーム絆カフェ最後の放送になります、はい、最近復活したばっかりだったんですけど、はい、終わりなんですね、事情があって、はい、また復活できたらなと思っています、はい、あ、そうですね、 AKB ファンさんからツイキャスからメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます、はい、ではそろそろエンディングに入りましょうね。ですね、ちゃんと曲変更できるかな。ですね、再エンディングはとサザンオールスターズでピースとハイライトっていう曲をお送りしながらやっていきたいと思います。はい、ちょっとずつ大きくできてますかね。はい、では、また次回お聞きください。せーの、 Keep on dreaming! バイバーイ。